representant le Japon. Representing Japan, please welcome now Takashi Honda. 完璧なヤグディンの後、相当なプレッシャーがかかります。本田武史。どれだけ4年間培ってきた自分の演技ができるか。ドン・キホーテです。最初のポイント、コンビネーションジャンプ。回転3回転です。来るか。4回転のトーループに3回転のトーループ。しのいだしのいだ。よくしのいだ。ステップからのトリプルルッツ。表情が明るくなった。この笑顔だ。日本を離れる直前の壮行会から絶好調と言っていた本田。フィニッシュ。満面笑顔。よく耐えた。ヤグディンの後のプレッシャーによく耐えました本田武史。ようやく彼にこの笑顔が戻ってきました。今日はよく滑りましたね。滑りましたね、うん、いい演技でした。いや今朝の練習でもコンビネーションジャンプを3回やりましてね、最初は失敗したんですよ、でその次なんとか降りて3回目で綺麗に降りたんですね、そしたらそのコーチがですねそのイメージを維持させるためにそこで練習やめさせてるんですよ。あ、なるほど。そのねものすごくねいいイメージを持ったままね試合に臨めましたよね。ダグレーコーチもこの4年間での本田の成長ぶりには目を見張るものがあると話しています。練習中には全く見えなかったこの笑顔です。まず最初のクオドルプルトーループ。そしてこれはねちょっとね状態が前に1回倒れたんですけど、よく引き起こして次のジャンプにつなげました。これで随分気が楽になったでしょうね。そしてトリプルアクセル。この2つの大きなジャンプを飛んだということで非常に余裕ができてきました。これはいいランディングですね。綺麗な姿勢で決まってます。今ちょっと表情がちらっと映ってましたが、トリプルアクセルを飛んだ時に表情が緩みました。長野では大変な期待がかかって、しかし悔しい思いの15位で終わりました。
10日の日の午後からですね、ちょっと一旦調子が落ちて、はい、そこからちょうど11日そして今朝に向けて調子がまた戻って上がってきてたんですね、まあ、それを維持できたっていうその精神力もすごいと思います。左ダグレーコーチ、右白田監督、日本どれくらいでしょう。これはね、ヤグディン選手がいい得点出てますかね。いい得点になると思いますよ。来ました 5.5 から5.7、 ほとんどが 5.6 から 5.7、 アメリカのジャッジだけがちょっと絡めです。プレゼンテーション期待しましょう。これだけのジャンプ、そしてステップを組み合わせました。おお、来ました。本田14人滑ってヤグディンに次いで第2位です。好発進。これはあさってのフリーの演技に大きな弾みになりました。滑走順もね、味方につけましたね。あ、なるほど。14人で第2位です。本田